卵と一緒に食べると激痩せする食材が3つあります。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。卵はダイエットにいいと聞いて毎日卵を食べているけど全然痩せない、ゆで卵ばかりで飽きてきたなんてことないですか？卵は優秀なダイエット食材ですが完璧な食材ではありません。そこで卵では不足する部分を補う食材を取り入れることでダイエット効果を倍増させることができます。実は卵と一緒に食べることでダイエット効果を高める食材があるんです。卵を食べても全然痩せないという方は今回の動画でご紹介する食材を卵と一緒に食べてダイエット効果を高めていきましょう。この動画をご覧いただくと、1、なぜ卵で痩せるのかそのダイエット効果と、2、卵と一緒に食べると激痩せする食材3つが分かり驚くほど痩せていきます。人生最後のダイエットにしたい方は最後までご覧くださいね。本題に入る前に今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速、1、卵のダイエット効果について3つありますのでそれぞれ解説していきますね。1つ目、豊富な栄養素が含まれている。その理由は、卵は完全栄養食と呼ばれるくらい栄養豊富な食材だからです。例えばこんなことないですか？栄養バランスが取れた食事が本当にできているのか心配。栄養バランスの良い献立を作るのって難しい。そこで卵の出番です。たった卵1個でビタミン C と食物繊維以外の全ての栄養素を取ることができます。なので簡単に栄養バランスを整えやすくってダイエット効果も高いんです。逆に必要な栄養素が不足してしまうと体脂肪は燃えなくなります。なぜかというと、脂肪をエネルギーにするときにビタミンやミネラルが必要だからです。なので完全栄養食品の卵を食べることでビタミンやミネラルなどの脂肪を燃やすために必要な栄養素がしっかり取れる。すると栄養バランスが整ってダイエット効果が高まるというわけですね。卵のようにたった一つの食材からこれだけ多くの栄養素が取れるものはなかなかありません。いかがですか？いつものスーパーで手軽に買えてお手頃価格、しかもゆで卵など調理も簡単なので節約ダイエットや忙しい人のダイエットにもぴったり誰です。卵のダイエット効果2つ目、低カロリー低糖質。卵は低カロリー低糖質の食材です。なので必要な栄養素はしっかり確保しつつカロリーや糖質を抑えることができます。ダイエット中はカロリー摂取を抑えることが大事ですよね。また太る原因として糖質の摂りすぎがありますが、例えば毎食カロリー計算して食べるのは面倒だなとか、ついつい甘いものを食べ過ぎてしまうなんてことないですか？そんな方は卵を食べてください。特におやつの代わりに卵を食べるといいです。なぜかというとカロリーを気にせず、しかも低糖質なので空腹時に食べても血糖値が急上昇しないから脂肪を溜め込みにくくしてくれます。私は小腹が空いた時はゆで卵にミネラルたっぷりの藻塩をパラパラっとかけてよく噛んで食べています。すると甘いもの欲も収まるのでおすすめです。卵のダイエット効果3つ目、腹持ちがいい。卵の量良質なタンパク質のおかげで満腹感が長く続く。食欲が抑えられて食べ過ぎ防止になります。例えば朝食に卵を食べることで満腹感が長く続くとどうなると思いますか？3秒考えてみてくださいね。いかがですか？満腹感が続くと昼食までに間食をしたりお昼に食べ過ぎるのを防いでくれますよね。こんな風に普段の食事に卵を1個食べるだけで栄養バランスが整って食欲が落ち着いて自然と食べる量も減っていくので体脂肪がどんどん落ちるようになるんです。ここまで大丈夫ですか？このように卵は優れたダイエット食材ですが、とはいえ完璧な食材ではありませんよね。そこで次のパートで卵では摂取できない部分を補う食材を卵と一緒に食べることで激痩せする食材3つについて解説していきます。それでは卵と一緒に食べると激痩せする食材1つ目、ニラ。ニラに含まれるビタミン C が鉄分の吸収を促進する作用があるからです。健康診断などで貧血ですねと言われる女性って実際に多いですよね。あなたは大丈夫ですか？実は貧血だと太りやすくなります。そこで卵とニラの出番です。鉄分の吸収を促進
進する作用があるんです。卵に含まれるビタミン B12 は赤血球の生成に必要な栄養素ですし、ニラに含まれるビタミン C が鉄分の吸収を促進する作用があるんですね。なので卵とニラを一緒に食べることで鉄分の吸収をより効率的に行うことができます。さらに卵とニラを一緒に食べることで栄養素の摂取量を増やすことができますし、しかも低糖質の組み合わせ食材です。卵にもニラにも糖質がほとんど含まれていません。なので卵とニラの組み合わせは美味しいだけではなく、栄養素のバランスや吸収効率、糖質制限ダイエットにも適しています。実は私の主人がニラ玉が大好きなので朝食によく作るんですけど、例えばいつも大体の目分量ですが、ニラ1束に卵3個、無調整豆乳 100cc ぐらい、無添加の鶏ガラスープの素小さじ1、オリーブオイル大さじ1、これでもかっていうぐらい、まあ、結構な量のニラを入れて作っています。では次に卵と一緒に食べると激痩せする食材2つ目、アボカド。アボカドの脂肪と卵のタンパク質を一緒に摂ると満腹感が長持ちするからです。アボカドの脂肪って太るんじゃないのって思いませんでしたか？この脂肪は太りませんから安心してくださいね。アボカドには不飽和脂肪酸という良い脂肪分がたっぷり含まれています。卵には必須アミノ酸を含む高品質なタンパク質が含まれていて、このアボカドの脂肪と卵のタンパク質を一緒に摂ると満腹感が長持ちするので、間食や食べ過ぎを防ぐことができます。さらにアボカドに含まれる脂肪は脂溶性ビタミンの吸収を促進するため、卵に含まれるビタミン D や E の吸収が良くなります。ということはアボカドと卵の組み合わせは満腹感が持続し、食事の栄養や満足度を高めながらダイエットに適した最高の組み合わせってことですよね。そこでゆで卵のプリッとした食感とクリーミーなアボカドの食感が最高の栄養バランスもバッチリなレシピをご紹介しますね。材料です。アボカド1個、ゆで卵4個、レモン果汁大さじ1/2、天然塩小さじ1/4。作り方は適当に切って混ぜるだけ、超簡単です。アボカドのクリーミーさと卵のまろやかさが合わさった美味しさが最高ですので、ぜひ作っていただき、感想などコメントで教えてくださいね。卵と一緒に食べると激痩せする食材、最後の3つ目は赤ピーマンです。ピーマンに含まれるビタミン C は加熱しても分解されにくいので効率よく吸収できるんです。せっかくビタミン C を含んだ食材でも調理法を間違うと効果半減なんてもったいないって思いませんか？なのでオリーブオイルを使った赤ピーマンの半熟オムレツとか卵の炒め物には最高の食材なんです。でもピーマンの中でもなんで赤ピーマンなのって思いませんか？それには訳があって、ピーマンの中でもこの赤ピーマンはビタミン C の量がトップなのと、さらに赤ピーマンの赤い色はトマトやスイカにも含まれる色素のリコピンによるもので、善玉コレステロールを増加させたり血圧を抑えたりする働きがあります。脂溶性の成分ですので吸収を高めるためにオリーブオイルを使って調理するのがおすすめです。ここまで大丈夫ですか？卵と一緒に食べると激痩せする食材3つをお伝えしました。卵はダイエット効果のある食材ですが、卵だけを食べていてもダイエット効果は得られません。卵のダイエット効果を最大限活かすために、卵では不足する栄養素を補ってくれる食材を一緒に食べるようにしましょうね。すると栄養バランスがしっかり整ってスルスル痩せていきます。今回ご紹介した3つの食材をぜひ取り入れてみてください。そして今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の公式 LINE がおすすめです。私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善と言っても何をしたらいいのかわからないという方は、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタ
ップ。概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ。10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。今回のまとめです。卵のダイエット効果は1、豊富な栄養素が含まれている。2、低カロリー低糖質。3、腹持ちがいい。卵と一緒に食べると激痩せする食材は1、ニラ。2、アボカド。3、赤ピーマンでした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねやコメントをお願いします。また質問には私がお返事しますね。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。